汚いところの奥の奥、そこは可愛い汚れたちの住む世界。ほら、耳を澄ましてみて。めちゃくちゃ声が聞こえるよ。汚れもん。金魚の糞。おたろくん、こっちこっち。カビコ、カビコ。タロウ、おたろう。わ、ごめんよ。またカビコのこと考えてたよ。おたろう、ほんとカビコのこと好きだよな。うん、あの笑顔がたまんないんだよね。でも最近ずっと一緒にいたら、おたろうくん、ほんと金魚の糞みたいねって言われたんだ。あれってどういう意味だったのかな。金魚の糞か。金魚の糞、悪い意味なのかな。もしかして僕のこと嫌いなのかな。そんなことないよ。おたろ、糞っていうのは排泄物だろ。うん、つまり食べ物を食べた後に必ず出るものだから、そう、生きていく上で欠かせない存在ってことだよ。なるほど。うん、そうだ、そうに決まってる。今日のハイパーポジティブ語録、金魚の糞。生きていく上で欠かせない大切なものの例え。愛されてるな、おたろう。へへ、僕一生カビコの金魚の糞になることを誓うよ。ヒューヒュー、暑いね、暑いね。冷たいよ。最近とまあ別にずつとてもいいこと確かめよう、定期してたいだけのはずなのに、足りないまだ、そうやっていつもまずつ優しくされ